あらら、ゾルメットさん、これだけ崩れちゃう。なんてことだ。おうおう、それとね、尊厳、全てを失った。あら、びっくり。はあ、よろしく。出番ね、ご主人様。かわいい。行きます。はい、わかりました。
末永くよろしくお願いします。彼らは解放した。彼ら自身の生前の記憶に任せて、今頃は故郷なり臨終の地なりに向かっているだろう。へえ、確かに若いかもしれない。私が自我…ねえ、ちょっと。その答えを私も欲している。私は何だ？なぜお前は私を作ったのだ？もう。そうだ。私はこの放逐された研究所の中で目覚めた。長い時をかけて体の操縦法を覚え、五感の意味を覚えた。そしてお前の膨大な研究書類からネクロマンシーを覚えた。そう、驚いたわ。あなたは生ける死体でありながら新たな自我を得たのね。生前の記憶の想起でなく、再構成でもなく。やだ、すごい興奮してきちゃった。ええじゃあリドミラ、あなた私の娘みたいなものじゃない。は？娘？なるほどね。ごめんね。知らない。そうか、知らなかったなら仕方がない。そうよね。許す。それでいいかい？そうね。
それにしても…あら、嬉しい。難問ね。もっと頑張るわね。そういえば助かっちゃうわ。